投げ技裏の肩15本。柔道は無限なりとは、故三船久蔵柔団の信条である。その理号を端的に表示すべく、ここに投げ技裏の肩15本を草案。すなわち、施しくる相手の技の裏を取るとか返しとか、また碁の線にいずるとかして勝ちを制する技術の理号を解き明かしたるものである。型は取り受け、あらかじめ互いに申し合わせにて行うことなれど、その心は常に真剣そのものであらねばならぬ。ゆえに型の石州により技の妙手に達するものと知るべきである。から体落とし、浮き落としを仕掛けようとする時、鳥は受けの心を読み、右足より前進し、体の中心を失わないよう右手を襟から中袖に持ち替え、体落としで決める。手技、背負い投げから横車。受けが背負い投げをかけた時、鳥は受けの引き手の力を利用し、素早く右足を受けの股間に滑り込ませ、横車に変化する。仕掛けた時、鳥は左足甲を受け
手の内股に当てて投げを防ぎ、受けが前かがみになるところを素早く墨返しに変化し一気に投げる。手技体落としから小つり腰、体落としを仕掛けられたと鳥は体をやや右にさばき、素早く右手を外袖に持ち替え小つり腰に変化して投げる。手技帯落としから大車、受けが鳥の前帯に右手をかけ帯落としに入ろうとするとき、鳥は機敏に体を左にひねり右大車で投げる技。送り足払いからツバメ返し、この技は実戦においてもよく使用される技である。受けが送り足払いをかけた時、鳥は受けの動作に逆らうことなく従い、受けが足を払う瞬間鳥は足をかわし右手を外袖に持ち替えて一気に足を払って投げる。これがツバメ返しという技である。足技小内刈りから膝車、受けが小内刈りを仕掛けたとき、鳥はその瞬間右手を袖に持ち替え膝車に変化する。足技大内刈りから大内刈り返し、大内刈りを仕掛けられた時、鳥はその瞬間左膝に力を込め内側に払い返すと見事に決まる。足技支え釣り込み足から墨落とし、受けが支え釣り込み足を仕掛け足が鳥の足にかかるとき、その瞬間鳥は左足を受けの右後ろ隅に移して受けの体を崩し墨落としに変化する。足技内股から体落とし、受けが内股を仕掛けたとき、鳥は素早く体をさばきその瞬間を逃さず鳥は左体落としに変化し受けの力を利用して投げる。跳ね腰から刈り返し、
受けが跳ね腰をかけた時、取りは左足で受けの足を刈り返しで決める。腰技、払い腰から後ろ腰、払い腰を仕掛けられた時、鳥は素早く左足を受けの左足にすり寄せ、両手でしっかり後方へ抱きかかえ、後ろ腰で投げる。腰技、半腰から移り腰、受けが腰技に入ろうと半腰の姿勢の時、鳥は素早く左腕で受けの腰を抱きかかえ、そのまま移り腰に変化して投げる。腰技、浮き腰から横分かれ、受けが浮き腰を仕掛けた時、鳥は一旦防御の姿勢をし、素早く受けの前に身をかわし、横分かれを仕掛ければ決まる。腰技、大腰から一本背負い投げ、互いに右四つに組み、受けが大腰に入ろうとする一瞬を捉え、鳥は受けの右腕を逆に制しつつ進み寄り、受けが体を起こし前に出ようとする時、鳥は逆手をほどき、素早く一本背負い投げに変化し投げる技である。